ダイナのマスローチングの高根です。今日は美人は綺麗な筋肉でできているの教科書46ページ Day4 魅力的なバストの谷間を作るリングネクロススクワットを行っていきます。文字通り胸を鍛えていくトレーニングです。詳しく解説していきます。レディーゴー。まずスタンスですが、肩幅ぐらいのスタンスで立ちます。そしてつま先はやや外を向いてるぐらいです。この状態から中腰の姿勢をとります。中腰の姿勢を取った時に肘から手首までが横一直線になるような、ここまで沈み込んでいきます。この状態からぐっとこの胸を寄せる感覚ですね。ぐーっと胸を寄せます。でまた下がって胸をぐっと寄せます。下がって、でこの動きって一応スクワットの動きも入ってるんですね。ですから少し足にも効いてきますが、意識を集中させるのはこの胸です。胸をぐっと寄せることに意識を集中させてください。横から見ていきましょう。お尻こういう風に通常のスクワットと同じような感じでお尻突き出したポーズ で手をついてもらって、この状態から目線は前ですね。目線を前にして胸をぐっと寄せていきます。寄せるときに少しこの膝が上に、腰が上に上がってくる。ですから、まあ、スクワットっていう感じではないですよね。スクワットっていう感じじゃなくて、あくまでもこの胸を寄せるときに一緒に少しだけ腰が上がってくるという感じです。それでは1分間いきましょう。はい、ぐっと胸を寄せて、あーもうめちゃくちゃ効きますねこれ。胸の筋肉を意識できる人はすごい効くと思います。ギューって寄せます。ギューって寄せます。吸って吐いて、ギューって寄せて、吸って吐いて、ギューって寄せます。ギュー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 、吸って吐いて、はい、吸って下ろして吐いて、ギュ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 。足にも多少効いてますよ。足にも当然効きますが、胸が一番大事です。胸張って、顔は正面、はい、頑張って。もう今やっただけですごいバスアップしてるというか、谷間がめちゃくちゃできました。筋肉を意識できればこういう形ですごく効果的なトレーニングにつなげていくことができますので、ぜひ繰り返し行ってみてください。以上です。